クリスいやなんか一人で叫んでんなと思ったのよ。なんか怪しいテンションやろ。うん、そう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 。やってるなっていうテンション。みたいな、これカットするっちゃけどってずっと思ってたないし。何言ってた。クソが。はい。よし。久しぶりの挨拶を。せーのがーね。どうも。せーのがーね。どうもお世話になっております。村田ラーメンです。イエーイ。よいしょー、すったこどっこに東丸、イエーイ、久しぶり。今日はが何ゲスが、だから無だって言ってたじゃん。俺、うん、じゃあ行くよ、うん、YouTube 登録15,000人突破記念、イエーイ、どん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 テンションマックス使ってこれ記念動画的な。そう、今日は1万5千人登録者突破記念のドライブトークです。イエーイ。今は日南を走っております。日南走ってる。しかもめっちゃ綺麗、2トントラックで、うん、でめっちゃ綺麗やね。めっちゃいい、ここちょっと入れ込む、もう入れ込む、入れ込む、入れ込む。海が青、めっちゃ青い。海青、なんでこんな青い？こんな青い、いつもなんか今日青くな？だよね、今日青い、今日青い日。さあ、めっちゃとかいったらめっちゃ気持ちいいだろうね。もやい、もやいとったら、もやい、もやい、もやい、ちょっと無理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 。もうカメラが常に撮れる状態です。じゃあ音楽も撮れるよ。音楽も撮れるよ、常に撮れる状態で撮るやつ。休みの日も仕事してるぜ。イエーイ、イエーイ、どん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 、パフパフ。でも実は眠い、眠い、早起きやね。普通かもしれんけど俺らに。あ、そういうこと。早起きやったね。普通なのかこれは。いや結構普通だろ。確かに普段の割とゆっくりやからね朝。うん、その代わり夜やってるぜ。そうだぜ。楽しい子の人生。何でしょう次。ギャル超かわいい、遊びたい、かわいい子がいい。ギャル超かわいい。今日は俺らのラーメン屋が休みでも仕事するぜってことで、ってことで、ことで今日は果汁運んでるね。何果汁？ヒューガナツ。ヒューガナツ果汁を、もともと俺らは八百屋をやってる、やってた、まあやってるから。やってるから、八百屋から始まってるから、八百屋時代の仕事ももちろんやってるぜ。全員って調子乗り、ラッパーですか？ラッパー全員、全員は調子乗りすぎやんか、感じが来るやんか。こいつ調子に乗ってる、調子に乗ってる。宮崎の日例から取って、うん、渋谷の横例に持っていきます。そうです、めっちゃ大変そうやった。やばかった。1.6 トン手積みしたね。1人で宮崎はさ、サーフィンみんなしに来るんだけど、うん、ケリースレーターが来たのよ。あー、なんかあれでしょ、サーフィンのイベント大会。そう、サーフィンの大会の時にケリースレーターが来て、ここで入ったという。ここ？そう。で、しかもケリースレーターがもう来たらしいっていう情報が入って、俺たまたまここ走ってたのよ、うん、その情報が入った時に、うん、で、へーって言ってたら、うん、人だかりがあったのよ、うん、まさかねーと思って、うん、降りて行ったら、うん、マジでケリースレーターが入って、あ、ガチやったっちゃう、ガチで入ってて、ここで入ってんのを見た人はすごいレアだったのよ。マジで、俺その時の様子を撮って YouTube に上げたらバズった。そういうこと、うん、それ消したの？消した。やっぱね、消したんだ。いや、ポイントを、あのサーフィンのポイントを撮って、うん、動画に上げるって結構怒られる。そうやと。そう。なんで？ポイントがバレるから。ああ、そうなんだ。やっぱローカルルールみたいなのあって。へえ。結構だから撮影禁止やったっけ。そうやっちゃ。でもバズった。バズった。でもほら、その上げてるのが俺ってほらバレてないから。暴れずに、暴れずに
で今ここバレるっていう。今バラすっていう。過去のことやから。で動画も上げてないから。消したんだ。消した。気持ちいい。気持ちいい。キモティーなんか楽しい人生いいね、キモティー人生作るキモティーこの人生気持ちいいこの人生しかもさ他のどこかし覚えてるからめっちゃ声ちっちゃい2人ともなに楽しい遊びながらめナイキナイキツイ上下スウェ上下上下スウェお手放ししてるときは信号待ちやからねアンチがこういうそう向こうの腰痛なんか食いてー12時に宮崎かずるさんが着くからそれ終わったら食べる、うん、じゃあ今なんか食べていい？いいよ今はまだいいなんかいる？いる何がいい？チーズまんじゅうかワッフルかーチーズまんじゅう食いてチーズまんじゅうが食いてーなんでそのために登場するキャラえ、日本昔話そうと、うん、ほらーチーズまんじゅうが食いてー今知ってたけどあれいつも何やっちゃうのその真似と思ってたえ昔話知らんやろいや知ってるよ嘘やってた昔やろ桃太郎とか、うん、えあれ声優が違う、うん、テレビでやってたやつ知る知る昔話があってドラゴンボールがあったのです昔水曜日、うん、あチーズまんじゅう乗っかっちゃってくれ俺にぶっ飛んじゃうから全然いけるよチーズまんじゅう食べるぞ風月まんどう風月まんどうのチーズまんじゅう食べてる食べるねよめちゃめちゃ美味しいよでも今で値段を見ないで地図まんじゅう買うとき値段を見ないで140円地図まんじゅう買うとき値段を見ないでいい加減食べるわちょっと一口目人の風月堂のチーズまんじゅうはチーズまんじゅうが誕生したのは風月堂ですオリジナルチーズまんじゅう風月堂いただきまーす。いただきまんじゅう。うん。うまい。ハニクつく。ハニクついたやつをさ、後からまた食べれるじゃん。二度美味しいじゃん。このチーズが美しい。美しいこのチーズがかわちい。これで揺れてたの。はい、まだチーズまんじゅう食ってます。まだ一口しか食べてません。結構最近和菓子率高くない？俺。うん。和菓子好きやんね。うん。なんか昔ながらのお菓子屋さんでクラシックなお菓子買うのがちょっとあ確かにハマったよね、うん、なんかここなんやろってとこに行ってみるみたいな、うん、結構いいよねいやいいよはいリアルタイムで風景をお届けしますどうぞこの宮崎にもしさこの YouTube 見てる人がちょっと旅行で宮崎来たら宮崎にまず着いて日南海岸線を走ってずーっと走って宮古城まで来てそのまま村田ラーメンに来るそうやねうん一番いいコースやね景色もめっちゃ綺麗やし、うん、絶対感動するよねうん宇土神宮もあるしね、うん、宮崎空港に着いたら市街地が反対方向で市街地がいるこの情報宮崎空港着いて、うん、その宮崎空港を中心に反対側に市街地まで行くのに30分、この空港から日南海岸線、まあ、ザ・宮崎みたいなとこを走るそっち方向に走るといいよね
しい。でも合ってる合ってる、ね、でそのミニちゃん階段線ずっと走ってさ、宮古の城まで出てさ、宮古の城まで出たらもう村田ラーメンまで、うん、そっからさらに30分やから、うん、一番いいよね。だってこの間自然満喫はそっち派。いやマジでびっくりするの、まあ、出て人の話、俺人の話聞かんから、マジか聞かんつうね、こいつマジ自分の話だけしても終わり。そうなの。何これ、いいの話、もういいわ。あれだよね、マジびっくりすることにさ、村田ラーメン広島から来た人が今2人いるよね。あーそうよね、広島から来たっていう人が今2人もとか、関西の人とか、関西の人とか、あと福岡から来たっていう人もいる。最近やばいよね、やばい、ありがとうございます、マジでありがたい、マジすごい、ありがとうございます。行動力が半端ない、行動力が、俺らがすごいんじゃないの、その人たちがすごい。やばいよね、マジで逃げる、やばいよね、やばいよね、やばいよね。こんなやつは嫌だ、やだ、やばいよね、やばいよね、やばいよね。お、ライオンズ、ここここ南郷はライオンズのキャンプ地やから、あれ、応援団長じゃね、ライオンズの見てもあれ、ライオンズの応援団長なんか花みたいなの持ってる。お昼ご飯タイム、お昼ご飯で寿司トラ本店、綺麗、よし、ここで食べるだー。いやー、今日はね、荷重を 1.6 トン運ぶのにめっちゃ便利ですね、この車。ここは日本レンタカー。いやー、寿司トラか、今からめっちゃ嬉しいな、嬉しいな。はい、ミッションクリアしました。今日の仕事終了、あとは帰るだけ。いや、これやつれてない。いや、マジでね、1.6 トンを手積みして手下ろししたから、ちょっとやつれた、マジで疲れた、なんか眠い、眠い。気を取り直して、今日の動画は YouTube 登録者1万5000人突破、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、一応目標は年内10万人。いや、ね、あくまでそうよ。本当は1万人だったんですよ。そう、もともと年内1万人を目指してたら。で、12月の終わりぐらいが、1000何人とかだったわけよ。うんうん、で、あと9000人増えるかっていう。そう。正月に。そう。どこ行ったっけ、霞神社、佐野神社、霧島神宮、霧島神宮、その3か所で年内1万人突破、 YouTube 1万人突破、 TikTok 10万人突破ってお願いしとったの。そう、お願いしたというね。そしたらまさかの1月中に1万人突破する。1月のもう最初ぐらいでもう1万人で、まさかのえみたいな。まあ、TikTok はでもあとまだまだだね。 TikTok はまだだけど頑張って、まさかの1年かけて1万人いくつもりが1ヶ月で、ね、そうそうそう、だから次は10万人、次は10万人目指します。目指します、目指します。というわけでこれからもちょっとどんどん面白い動画撮っていくので、はい、よろしくお願いいたします。よろしく、あ、お願いします。すっとこどっこい東丸。